ルノー11は、ルノーにおいて1983年から1989年まで生産された自動車。ルノー9をベースとしたことは、3ドアのハッチバックモデルである。1983年に登場。3ボックス4ドアセダンである、ルノー9のハッチバック版で、旧同様ルノー14の後継者である。外観デザインは、ルノーアライアンスと同様の角型4頭。 ヘッドランプのフロントマスクで登場。1985年に Q も同じマスクにフェースリフトしている。リアはガラスハッチを採用。1986年に Q と共にマイナーチェンジして横長ヘッドランプに変わった。メカニズム面は Q と共有する。エンジン横置きの自夜交差方式全輪駆動でサスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアが トレーリングアーム横置きトーションバー。当初のエンジンは、オフ1.1、1.4L の2種で、1984年には、サイチェ C1.7L、1.6L ディーゼル、そして3ドアには 1.4L ターボを追加した。1985年には5ドアにもターボを追加。1986年に 1.1L を 1.2L に換装したほか、 ターボの出力が 115PS にアップしている。1989年、9と共に生産を終え、ルノー19が後を継いだ。なお、1400cc ターボエンジン搭載モデルは、WRC に参戦していた。アメリカでは1983年から、ルノー参加のアメリカンモーターズにて、ルノーアンコールの名で、前年にデビューした旧ベースのアライアンスと共に生産された。 1987年はモデルが統合されて、アンコールの名が消え、アライアンスハッチバックとなったが、AMC がクライスラーに売却された同年限りで生産を終えた。ありがとうございます。